え？<laughs> 何やってんのあの子たちえみんなこの子たち助けたほうがいいのえー、じゃあ待ってていやーどうしよう私今忙しいのに結構みんなから家直したほうがいいよって言われるんだけど私これっていうブロックを見つけてからね家直したくてなんかね前氷の島行った時とか氷のねブロックとかあってだからちょっとねあとにしていいですか結構コメントでねいただくんですけどね で私今ねあれを作ろうと思ってエンチャントのテーブル作ろうかなと思ってなんかサトウキビでそれがすごい取れるらしいんでいや皆さん私いつもと違うところあるの分かります何が違うかっていうとついにねコントローラーにしてみたねキーボードじゃなくてやっぱり私ねコントローラー派の人間だからどうしてもね難しくてでここ掘るとどうなるあおっ今日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 でここに水を作ると。 まずサトウキビを作りますサトウキビを作って紙を作るという、まあね、まだ早いって言われるかもしれないけど、まあ、いずれ作ると思うんだよね、まあ、いずれ作るなら、まあ、今日もうやっちゃおうと思って、はい、いいじゃんでこれ多分1個じゃ足りないからこれすくってでこっち側にも流すと完璧だねでもやっぱまだ、ね、コントローラーにそんな慣れてないね、まあ、こっからでしょ慣れるのはどんどんやりながらみたいな水取って 水入れてやっぱまだねコントローラーに若干慣れないけど、ま、後々未来を考えてた時にやっぱ自分がやりやすい方でやってた方がいいと思うんでちょコントローラーでちょっとあれだねまだ水面が平行になってないこっちが足りないかでも平行になればもう水が足りてるよってことなんだよねあいいじゃんあでも火暗くなってきたなちょっとねサトウきびはね作り方を若干見ちゃったんだよねさあ ここら辺からちょっと私も調べていこうかなと思って今までシチョペディアに頼ってたんだけどシチョペディアをありがたくいただきつつはこの子たち助け助け助けいないえあれえあいつらどこ行ったのイッツイリジョンミスターマリックがこの村にいるかもしれないさあ前回2個だけねサトウキビをゲットして これもあれかな回収していいのかなあ、いいいいいいじゃん。どれぐらいだ今ので。結構集まったんじゃないかなこれで、あ、これで6個しかないんだ。結構大変かもしれないな。で、このサトウキビをここに植えればいいと。ちょ、ごめんね、今日カット多くなるよ。なんでかっていうと、ちょっと操作がね、ぎこちなくて。はい。はい。こちらにも植えとこうか。はい。これで多分でかいあれになって。 で全部採集すれば紙になるとうわーでも取ってこようかなサトウキビこれは私どこでゲットしたか覚えてなくてねえもっと取れるなら取っときたかったんだけど全然そういうの最初分かってなかったんだよね、まあ、とりあえずこれで時間経つの待とうかあってそうだ言われたわなんかねサトウキビはこの明かりがすごい大事になるんだってだからサトウキビがね健やかに育つようにしっかりこう周りをね明るくしてあげる 多分こういうことがすごい大事になってくるんだと思う。なんかコメントでね、一なんかその感覚を近すぎて、松明が無駄になってるよみたいなコメントもね、いただくんですけど、まあ、ちょっと最初わかんないんで、ちょっと贅沢に使っちゃうよ、私。まあさすがにこれだけね、明るさあれば夜でも育つでしょうってことで。まあとりあえずもう今日は待つ作業かな。待ってる間にちょっと探してみる、サトウキビ。ね。 ああいうなんか竹みたいな感じだよね。ちょっと竹と一瞬わかんなくなるんだけど。あ、このレールね。なんかレール使うのはもったいないよとも言われたね。これレールでね、村と村繋げようかなと思ったんだけど、それもったいないですよって言われて、どうしようかな。あ、すごい見て。これ馬だよね。ほら見て、私の方が強そう。ごめんな、こんな。ほら、絶対あっちの方が強いじゃん。かっけえ。いや、君もね、 頑張ってこういう立派なうまいなりだね。さあ、行ってこようぜ。さあ、ちょっと旅してきて、砂糖きびね、落ちてたんで拾ってきたね。で、これで紙の作り方が多分あるはずで、これ雪か。<laughs> 紛らわしいなうわ。これはカーペットか。紛らわしいな。似てるよね。あ、これか紙。鼻水かんだティッシュか。あれ、どこにあるんだろう。あ、これだ。えー、何個作ろう。とりあえず、紙24枚作って、えー、どうしよう。 あ本作んないとダメなんだ確かで紙で本ができますよっていうのがあった気がするんだけどちょ本って打ってみようかここにみんな打ったら出てきた本あ川とできるんだへえ私以前ねボックス整理したんですよだからすごいどこに何があるかもう一瞬で分かるようになったんだよねでこれ武器エリアねでこれがあれ台所用品ね水回りみたいなでここにもいろいろ入るのも入れてるみたいな川あ川でも6個しかない 結構私、皮持ってないんだね。うわ、初めて本作る。で、ここで、イチャイチャパラダイス作って、えーっと、どこにあるかな。あったあった、自分で見つけた。これ本作ると、さらに使える。そうだよね。レシピ増えるよね。うわ、右上今、エンチャントだったんじゃないエンチャント私、釣り竿で釣ったことあるんだよね。で、黒曜石、ダイヤモンド、本、ちょ、見てみようか。んし、庶民台 このね、本棚がすごい大事になるらしくて、ちょ、本棚作りたいんだけど、本棚の作り方も多分どっかに書いてる。とりあえず、ダイヤと、えー、っと、あーそうだね、今までならどこか分かんなかったけど、ここに、待って、黒曜石足りないな。ちょ、取ってこようか、黒曜石。で、こういう時もちゃんと武器はここにありますよと。ちょ、黒曜石取ってきます。で、今、黒曜石取ってきて、これだ、エンチャントテーブル。 これを確か本で囲むんだよね。いやみんな本棚の作り方わかんないなちょ、ごめんなさい。これ調べようか。ないんだよね。本棚。何これ。本と羽ペンなんかハリーポッターで出てきそうだけど。ね。え、超おしゃれじゃん、これ。お、製図台これあれじゃない地図を大きくするやつじゃないコメントで言われてたわ。なんか製図台の上で。 地図を何回やると何回になりますよって言われてそれって何だろうって思ってたんだけどあこれねすごいなんか本作るだけであこれ馬に取り付けるやつか革の馬鎧え本作るだけですごい選択肢を得て嬉しいななんかとりあえず本がいっぱい必要らしいんでうわ革全然ないなとりあえず本いっぱい作ってでここでね なんか、ブロックをやると、なるらしいんだよね。これかなこの、アカシアのなんとかで、いきますよ。で、ここで、これを、はい、はい、はい。はい、はい、はい。で、ここに、この本を置くと、できるあ、すげえ、初めてできた。うわ、だいぶ本必要だね、これ。紙が全然足りないわ。うわ、みんな超強そうだな馬いる。いや、この馬なんかボス感すごくない なんか,うまかいのガノンドルフみたいなうわすごおー私いる皆さんなんとあいつらがいたねじゃ行くよで私見て右下ミルク持ってきたんだよねこれミルクあるとおこの弓すごい闇だエンチャントの弓だ絶対そうだ私にはわかるよはいやるねはいはい いいよ一やり、一回逃げよ一回逃げよう。さあ、私この視点になってから初デビューを。家も修復したね。え、どうしようかな。一回食べようか。で、ミルク持ってきたから、ミルク持ってくると、あれらしいんだよね。呪いを打ち消せるらしいの。チャッシュステップ。うわ、これ、エンチャントプラスーズじゃん。痛い。1、2、やばい。やばいぞ、私え、よし、お前も。 テイシャス一回逃げよ一回逃げよう,げよう危ない逃げたらうちいいよーもぐもぐタイムしようか。うーやめてね、私の家壊さないでさっきせっかく新居になったのにいいぞどっちから来るうわあいつ私の家入ってるマジ許せマジ許せ よし待ってこれ一回扉閉めようふうあれあいつどこにいるあららららららあれれりれれおいしいなおいしいなさあこいつを倒すとねイベントが発生するらしくてただこのバケツ入りミルクでお前を行ってくるかほぼ全開だねスイカ食べてこうか。<laughs> うわ、このゆ…待って、弓なくなっちゃうんじゃないこれ早くしないと。私拾ってる倒すわみんな。はいた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 。ほらほらほらよしで、これを飲むと。と。いけたみんな。これでいいのかな これでいい可能性があるけどあていうかあいつら弓落とさないのすごいわアクセサリーめっちゃつけてるあ弓落とさないんだなんか多分光ってっていうか青光りしてたからエンチャント系だと思うんだよね,ね欲しかったなでも初めて牛乳で中和できて嬉しいなわじゃあ飾っとこうかねあの人たちの 不吉な旗さあ不吉な旗持ってでどこに置こうかこの辺に置こうかおお<ー> <laughs> すごいなんかちょっとサイズ変わったまあいいかなんかね持ち物も変わってるさあいいぞこの矢はいつ取れるんだろうだいぶね本棚揃ってきたねいやみんなだいぶ実ってきたねこれでだいぶ私紙を作れるようになるこういうの大事だね自分で植えといてみたいな で皮も必要で皮がね牛さんから結構取れるらしくてだから牛さんをその牧場に立てるのがすごい牧場を作るのが大事だよみたいなあっていや私もねそろそろ牧場作んないとなと思って牛さんとか牧場って何すればいいんだろうねその動物鳥か豚か牛なのかなでもとりあえず牛は絶対私作った方がいいと思うんで まあ次回ぐらい牛の牧場を連れてこようかな多分牛を連れてきて2体いればなんか繁殖みたいな感じなんじゃないかなと思ってんだけど多分そういうことなんじゃないかななか牛連れてきたいんだけど牛はね猫とかだと魚でしたっけで多分それぞれにあるんだよねその連れてくるあれみたいのがただ私分かんないんで牛ちょ無理だったらちょ調べようかなと思うんだけどとりあえずリードを使ってみるわ リードで牛くんのかななんかリードってね力押しというかゴリ押しというかなんかどんな生物でもいけそうだもんね。ちょ、牛ね、この、あ、そう、ここにね、虫立したんだよね。ここをやることにより、馬がいい感じに歩けるみたいな。なんかね、私、これ、繋げた感じにしたんだけど、みんなからコメントで、橋って言われて、あ、これが橋かと思って。 なんか走って言うとね動物の森みたいなちょっとアーチ状っていうのかななんかそういうイメージだったんだけどいくよーはいお来るじゃん来るじゃんいいよいいよいいよ視点直そうかあすごいってことは猫とかもいけんのかな前なんか猫連れて行こうと思った時にシュー走って行っちゃうと猫逃げちゃうよみたいなだからそのあれ リードおいあ,ーあったあったあったたたこれ1個しかないからね貴重なリードなんだよ牛くんごめんなファチクションペースだとダメなんだちゃんと牛のペース犬の散歩とかも言うもんだねなんか犬って散歩させるとなんか犬が最初に行っちゃうんだ,だってただやっぱりこのご主人様が一番上ですよって分からせるためにそのワンちゃんに先を行かせるんじゃなくてこう自分が先を行った方がいいよみたいなだからワンちゃんって1人で走っていくイメージだから まあちょっとね難しいのかもしんないけどまたこれ落ちないそれだけが心配私あなんか喋ってるもんって来てるぞいいぞいいぞこれでとりあえず分かんないけど牛2体揃えようか来てるかいいじゃんあそう猫ちゃんもね走っていくとダメですよって言われて次猫ちゃんいたらねしゃがんで近づいてリードつけようかなと思ってそれいい考えだよね じゃあ、連れてっちゃおうか。このね、ちょっと先まである。なんかあれだな。サトウキビってやっぱ遅いんだね。成長すんの。一回ね、モディダイリしてるんだけど、なんか普通のこの小麦とかよりもめちゃめちゃ遅いね。さあ、来てるか。あ、いいね。ただ私のね、その、あれ小屋にもう先客というか、いるんだよね。仲良くできんのかな。うわ、すごいわ、私のこの拠点。 めっちゃいい拠点じゃん動物たちも次オオカミくん連れてこようかなオオカミくんってなんなんだろうね食べる用なのかなそしたらかわいそうだけどね食べるようだけのオオカミくんってオッケーさあおいでさあここでここでもう引きちぎっちゃっていいかねこれ思いっきり走ってリレール引きちぎろうオッケー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 オケーブチさあこれ私のリードがどこにあるあそこにあるのか じゃあこれ取ってよし1体目収納完璧とじゃあ次2人目探してこいようさあみんな夜なんだけどいや私のね拠点綺麗だよね自分で言うなって言われるかもしれないけど超いい拠点なんですけどめっちゃ綺麗あの橋の先っちょにも渡った先にもあれつけてきたね松明なんで松明をやることによりマジで しばらく私見てないもんなこの村で敵本当にもう発生しなくなってるおっついてきたぜさあ君たち仲良くなるのかなそれでどうなんだろうねいまいち分かんないけどでやっぱりこのリードのやり方分かんないから引きちぎってよしやべこれ出てきちゃうかよし回収してよしとりあえず置いとこうか繁殖するか分かんないけど見てください皆さん本棚がこれで何個だ 15個で確かできるって書いてたんだよね。いくよ。ちょっと見てきたんで、ごめんなさい。やり方はできるはず。じゃあ私の部屋でエンチャローか。うわー初めてやるなで、ここに、エンチャントテーブルと、これ本棚の意味がよく分かってないんだけど、奥、うわ、すげえなんで本棚なんだろうね。で、こうか。あ、違う。こう。いいのか、これで果たして。 でこれでいいのかよくわからない多分合ってんじゃないかなこれでこういうことこれでえなんだこれおすごい見て魔力みたいのが集まってる本棚にすごただいまいちわかんないけどえ今日これできてすごい満足だわ絶対無駄じゃなかったよね今日のこの位置に。 なんだこれあこれあラピスラスリでいけるんだはいはいなんか必要だなみたいな見たかもしんないちょっと取ってくるわラピスラスリってあれでしたよね青いやつだよねこの地下で取れるのはここあすごいよく見るとあれかもしんないさっきのその何ていうの型取ってたやつがラピスラスリの型になってたというかちょっとごめんね日本語いたくそで。 でこれやってほらこれ一緒じゃない形で剣入れてみるおコストか必要なコストこれだよね下の18ってやつえ何、ー、かやってみようか1個せっかくだしねちょもったいないかもしれないけどデビュー戦で1回やってみますこれやってみようかラピスサズディ2個にエンチャントレベルいきまーす お、すごいダメージ増加2ってなってる。うわ、だから、これで多分、ダイヤとかをやると、さらにダイヤの攻撃力が上がるってことだよね。うわ、嬉しいな。結構時間かかるんだね、これ、エンチャントを作るの。だからみんな、家はね、ちょっと、作りたいね、部品色の形を見つけたら、まあ、作ろうかなっていう感じで、 ちょ結構家作るってくださいっていうコメントあるんだけど家は後々ということでうわーこれでもあれだよね一回作っちゃえば何回でも使えるみたいな感じだよねきっと多分そうだと思うからで敵に壊されるとかそういうことがない限りみたいなよっしゃじゃあ終わろうかバイバイ